皆さん、明けましておめでとうございます。チャソです。2022年一発目ということで、動画の方回していますが、今回はね、こちら、南海部品の方で、買った福袋。こちらはデルナーのやつですね。これの開封動画となります。でね、私の記憶の中で福袋を買ったのが、これが初めてになります。ちょっとね、中身どういうものが入ってるかっていうのを楽しみにしてますので、では早速開封の方やっていきたいと思います。まず小物類からいきますか。ボディバッグ、ドライバッグですね。はい、色ですが、ブラックが入ってました。まあ何個か持ってるんで、使えなくなった時の代替として取っておきたいと思います。では次行ってみます。レザースマホケースりんちゃん、はい、続きまして、レザースマホケースですね。値段が10,450円になります。はい、物はこんな感じですね。開くと、こんな感じになってます。まあ、使えるかどうかはちょっと別として、一応ね、ここ外して引っ掛けられるみたいなんで、まあ、クロスタブかなんかに使おうかと思います。はい、では3つ目。グローブですね。8,690 円。牛革です。ちょっと開けてみます。はい。冬用グローブですね。この3本の指でスマホ操作可能です。ただね、ちょっと XL なんで、まあサイズが若干大きいですね。まあインナーグローブすれば使えなくはないかなっていうことで、まあ、取っておくことにします。はい。では、4つ目いきたいと思います。4つ目。防水ウエストバッグですね。値段が5,060円。まあ、先ほどのね、防水バッグのウエストバッグバージョンですね。何かのタイミングでは使うと思います。はい、では、5つ目。ウィンターインナースーツってやつですね。値段が13,200円。あれですね、下から上まで一体型のやつですかね。まあ、使えるものではないかと思います。このうち着てみます。
続いて、6つ目、ラストになりますね。はい、こちら、ちょっと大物になるんですが、革のジャケットになります。お値段42,900円。レザージャケットですね。ちょっと開けて着てみますか。はい、着てみました。こんな感じです。肘と肩、あと背中にプロテクター入ってます。胸はちょっとないですね。まあワークマンのね、フェイクレザーしか持ってなかったんで、これは嬉しいですね。ファルカランスリングで使いたいと思います。はい、22,000円の福袋の中に6点、ざっと本だけ入ってました。で、まあ、各金額、ここに載せておきますけど、合計で 83,820円ですね。これだけのもの入ってましたんで、まあ、この福袋買ってよかったなって思います。ちょっとね、まだ、まあ、気温も低いのと、雪も心配もあるんで、そんなにバイクに乗れないですけど、まあ、春から使えるもの結構あるんで、こちらの方をね、いろいろ使っていきたいなって思います。はい、ということで、今回は南海部品の、デムナーの福袋ですね。そちらの、紹介動画でした。来年買うかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあ、今年1年有効に使っていきたいと思います。では皆さん、次の動画で会いましょう。バイバーイ。